ホルモンと自作のタレ、みりんと醤油とメープルシロップとすりごまとコチュジャンとニンニクを混ぜただけです。適当です。で、飯盒でご飯で中から焼きます。ホルモンの焼き加減が不明。こういうのは一気に焼いて皿に取っておくのがいいんですか、それとも焼きながら食べるんですか。焼きながら食べるとなると台所で持ち食いになります。持ち食いになりそうなのでこれをちょっと開けてみようと思います。開きました。開いたままにすると炭酸が抜けるので飲んでみようと思います。おお、コップに入れてみましょう。うわぁ、油が飛びまくる。そうや、ごま油引いたけど、いらんかったな。めっちゃ油飛ぶやん。掃除したばっかりなんで、また今度中火。いや、すごい。すごい。で、切るか。で、油がすごい。この油の量やばない。これがホルモン。えぐいな。これを食べます。自家製のタレにつけて。せずしてこの油で揚がったみたいになってうまい。ホルモンなのにカリカリしてる。うまい。米もいただきます。米もうまい。あれうまい。本当に
上がってるみたいな、このほらカリカリでも、こっち側はこっち側は柔らかい。やば、うま。第2弾、油そのままで焼き上げます。揚げる感じで、ちゃんと飛び散る感じ。火はちょっと中火。もうすごい油の海で、さっきのトレンド火に移して、うまっ。ぐらいの、さっきの量で1000円ぐらいのホルモンでした。まあ量もちょうどいいんじゃないですかね。カリカリのやつ。うわ、カリカリ。すごい。意味とかあるのか。あったあったあった、いって、うん、いって見たい。それで行きます。行けよ、熱い。モルツ、これが好きです。適当に寝たので泡が多め。油揚げ天ぷら状態。あ、いけいけ。あ、やべ、これは、これは美味しそうじゃない。じゃあちょっと食べてみましょう。うまっ。ホルモン丼、うわ、なるべく一味を一味でバージョンアップ。もうお肉はないけど、最後この肉でこんだけのご飯は行くしかない。どう考えても無理だ。うまっ、うまい。うまっ。
汁も。これめちゃめちゃうまい。詳しいレシピを概要欄に貼っときます。これどうしようかと思ったらですね、これ見てください。漬物を漬けてあるんですね。っていうかさっき漬けたんで多分まだ使ってないと思うんですけども、まあこれで残りのお米はいっちゃいましょう。3つぐらいで。3つぐらいでいいでしょう。全然飲めなかったビールもですね、飲めるようになりまして、大人の階段を上りました。じゃあこの多分使ってないであろうきゅうり、あ、うまい、めっちゃうまい。めちゃめちゃうまい、やばい。両手を使って食べました。うまっ。これやばない。これ油マジックにかけた。油がすごい。じゃあビールももうね最後ですから。